ヤエギスカは、スズキモクスズキアモクに所属する魚類の分類群の一つ。四属からなり、ヤエギースなど、外洋遊泳性の深海魚のみ19種が含まれる。ヤエギスカの魚類はすべて海水魚で、世界中の外洋に幅広く分布する。海底から離れた深海の中層を漂移し、水深200から1000メートルの中腹層にかけて多い。 本家魚類の生活史はほとんど分かっていないが、その植生を含め、深海性のクラクラゲと密接に関連した生活を送ると考えられている。体高は高く、左右に平たくがは平たする。切り立った形状の頭部を持ち、前端に大きな目を持つ。体長は最大でも30センチメートル程度、大きな背びれと長い腹びれが本家魚類の特徴となっている。 背びれの規定は長く、頭部に起死し、前半部のひれ状が伸長するものもある。腹器は一トゲを難状で、胸びれ規定の前後に位置し、そのひれ状は細長く伸びる。胸びれのひれ状は十六から二十一本で、尻びれはトゲ状を持たず十七から二十二本の難状で構成される。尾ひれの分子びれ状は十五本、エラ状骨は七本、椎骨は十5から四十個。 ヤエギス族とサン三クヤエギス族は、目の後端に達する大きな口、明瞭な側線、伸縮性のある柔軟なヒレ状などの特徴を有する。一方、コクチヤエギス族とニオクリシーティアス族では、口は小さく側線は不明瞭で、ヒレ状は壊れやすく脆弱である。ヤエギス科には、ネルソンの体系において、四族19種が認められている。 本家はかつて金目台目に含められていたが、福木と尾ひれのひれ上数などの特徴から、1960年代以降は鈴木目の内部に置かれるようになっている。ネルソンの時点では二族五種に留まっていたものの、2010年代に相次いで新種記載がなされた。ヤイギス。北、太平洋の水深500の1400メートルに分布する。ありがとうございます。